今日は簡単に作れるスポット溶接機を作っていきたいと思います。簡単にできるって言ってるくらいなので部品点数とかもかなり少なくしてあります。こちら今回路図です。使うものは基本的に 12V のバッテリーと、そしてペダルスイッチ。ペダルスイッチを使うと足で溶接のオンオフを切り替えできるんで非常に便利になるんですね。そしてこちらはですね、ノーマリーオフのリレーを使います。ここで簡単に主回路の動作を説明します。ペダルスイッチを踏むとリレーが閉じます。リレーが閉じることで回路に閉回路ができます。その閉回路内に電流が流れることでスポット溶接ができます。これが今日使うリレーです。 12V200A のリレーを使いました。概要欄に Amazon のリンクを貼っておくのでそちらを参考にしてみてください。リレー本体の中身はこんな感じになっています。ちょっとですね、電源をつないでみて動くかどうか確認してみます。無事に動くことが確認できましたので次にペダルスイッチと組み合わせて動作を確認していきたいと思います。まずブレッドボード上で確認していきます。左側にある黒いのがペダルスイッチです。ちなみにスイッチは A 接点でも C 接点でもどっちでも OK です。オシロスコープを使ってコイルの両端の電圧を測定します。はい、こんな感じでコイルの両端にはですねスパイクの電圧が出ています。このスパイク電圧なんですけども、非常に高電圧になりますのでコイルの部分の絶縁破壊とか起きて、リレーが壊れる原因になります。こんな感じでピークで 400V くらい出てますね。これをですね解決するためにコイルの両端にダイオードをこのように逆並列で接続します。そうするとスパイク電圧は出てきません。これは実際の回路図です。このようにリレーコイルに逆並列にダイオードを接続します。ダイオードを逆並列に接続することでコイルの電流の行き場を作ってあげます。そうすることで、あのようなスパイク電圧は出なくなるわけです。皆さんもリレーを使うときは必ずこういう風にしてダイオードを逆並列に接続しましょう。次からはどんどん回路を作っていきます。今これ運んできたのは 12V のバッテリーです。船で使うやつですね。スペック的には最低でも 550A 流せるようになっています。スポット溶接は電流が一瞬だけ多く流れますので電流容量の十分大きいバッテリーを使うようにしてください。回路に使うワイヤーをどんどん作っていきます。配線の太さなんですけども今回はですねスポット溶接なんでかなりの大電流が流れます。このためですね配線は必ず太いものを使うようにしましょう。電流は一瞬しか流れないんですけどもそれでもですね径の細いものを使うと配線がですね焼き切れる可能性があります。それから太い導線を使う役割なんですけどもなるべくですね線の中で電圧効果を起こさないようにする役割もあります。今回は 5.5スケアの導線を使ったんですけどもこれだとちょっと細すぎる気がするのでこれの2倍以上はあった方がいいと思います。最後に収縮チューブを処理して終了です。端子台を使って配線を取り回していきたいと思います。端子台もですね接触面積のなるべく大きいものを使う方がいいです。今作っているのは主電流が流れる回路です。リレーが閉じた時に流れる回路を作っています。主回路の方が終わったので次はコイルの制御回路を作っていきます。
これがリレーコイルと逆並列に接続されるダイオードです。電流定格は1アンペアぐらい、電圧定格は20ボルトくらいのものを選びましょう。次にペダルスイッチをつけていきます。これが終われば回路はほぼ完成したようなもんです。最後に電極を作る必要があるんですけども、その前にまずこの回路がちゃんと動いているかどうかをバッテリーをつないでテストをします。ちゃんとですね、12V が出力されています。回路がちゃんと動いていることを確認できました。リレーもちゃんと動いています。これから電極を作っていきます。電極に必要なものはナイロンの端子台と銅の単線、そしてケーブルです。導線の先端はこんな感じでバリが残っていますので、これを削って滑らかにしていきます。ケーブルと電極をつないでいく必要があるんですけども、今回はハンダ付けで対応します。こんな感じで先端を広げていって、でそこにですね、銅の単線を差し込んでいくという感じで作っていきます。熱収縮チューブを処理して、そして最後にこのように端子台を、はめ込んでいけば完成です。電極までちゃんと電圧が来ているかを確認します。線で接続された状態ですと非常に使いにくいので、このようにですね、板に固定していきます。スポット溶接機の完成です。次にですね、実際に物をスポット溶接していきたいと思います。リチウムイオンバッテリーとニッケルのストリップをスポット溶接でくっつけていきます。ちゃんと問題なく動いてくれてるみたいです。マイナス極も同じようにスポット溶接していきます。見た目的にはスポット溶接されていますけども、強度的にもですね、このようにかなり強力にくっついています。家庭用のスポット溶接機としては十分な性能を持っています。リレーの寿命も気になりますので、このようにコンタクト部分も見てみました。火花もほとんどなかったので、かなり長く使えそうです。最後に溶接中の電極の電圧を見ていきたいと思います。電極の電圧は 1.38V となっていました。
やっぱりちょっと電圧効果が大きすぎますね。配線が細すぎたみたいです。それでも溶接はちゃんとできていましたので、今回のこのプロジェクトは大成功ということにしておきましょう。それでは動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。